皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開でバランストレーニングやっていきましょう。ダンスレクチャー動画の方ではボディコントロールシリーズと題していろんな裏技みたいなことをお伝えしているんですけれども、その中の内容が中級者上級者向けということで非常に難しいという声もいただいています。じゃあそれができるようになるための入門者だったりとか初心者用のトレーニングって何なのって言われた時に、このサクッと3分というコーナーでバランストレーニングとしていくつか分解して皆様にお伝えしているシリーズ、今回が第6本目だと思います。合計で8本お届けしようと思っているんですけれども、前半の4本ではオンバランス状態、両足だったりとか片足で何かバランスを取っている状態で何かを動かしていこうと、そして後半の方ではオフバランス、つまり立っていられない状態、この間のことですね、これをしっかりと感覚、体に身につけていこうというトレーニング動画をお届けしていきます。前回は横のオフバランスの感覚を身につけていただきました。今回は前後のオフバランスの感覚です。このようなイメージですね。やってること自体は非常に簡単になりますが、精度を上げようと思うと奥が深いので、ぜひ一緒にトレーニングして頑張ってみましょう。それでは行きましょう。スタートです。お疲れ様でした。前後のバランス非常に難しいと思いますので、これからみっちり解説していきたいと思います。私自身はちょっと右足の方の骨折だったりとかアキレス腱の断裂だったりとか右足に怪我が多かったので、やっぱり今みたいに精度の高いバランスっていうのは左右で違いが出るなということを実感しました。さあ今回のトレーニングの目的のところを少し確認していきたいんですけれども、前後に対してこのオフバランス、立っていられないこの時間をしっかりと体に染み込ませる、後ろもそうですね、この瞬間です。これを体に染み込ませたいというのが目的になっています。しかも今日ほど長い時間取るっていうのはダンスとか私生活ではなかなかないと思いますので、今日のができればほとんどの動作に対応できるということになると思っていただいて過言ではないんじゃないかなと思っています。
さあこのトレーニングをする前にやっていただきたい準備運動のところなんですけれども、今私自身もやってみてかなり全身運動でした。本当はね、最初腰を守ってください、そこからお尻や太ももハムストリングスふくらはぎなんていう下半身のことを中心にお伝えしようと思ってたんですけれども、例えば後ろでドーンって着地した時なんていうのは首にも力が入りますし腹筋もかなり使います。首こりや肩こりがある人なんかはしっかりと全身をストレッチさせてやっといた方が無難じゃないかなっていうふうに私は思いました。ですのでしっかり温まってる状態、集中してる状態で実施するようにしてみてください。やってる内容自体はとても簡単です。4つだけポジションを覚えてください。1つ目が気をつけをしている状態です。この状態皆さんできますよね。気をつけ、しっかりと膝を柔らかく使ってお腹を固めておくようにしてください。2つ目、このまま片足を上げといてください。できるだけ90度を作れるように意識してみてください。そこからですね、前に一歩大きく踏み出したところ、理想は後ろの足伸びていることです。後ろ側も同じです。反対側です。そしてうまくつま先、後ろ側の足をつま先に乗せて膝を前に出すようにしていくと、どんどん傾きが大きくなっていきますので、太ももつらいですけれども、この状態を作るようにしてみてください。この4つのポジション確認してみましょう。気をつけ、足上げ、前、そして後ろと。さあこれらを三角形でつないでいくイメージをします。例えば揃えている、足上げ、前に倒れる、そして足を戻していく。今三角形できましたね。逆も同じです。ここからこう来て、こう来て、そしてこのように三角形、後ろも同様です。三角形をイメージすると皆さん覚えやすいと思います。それでは早速スタートしていきましょう。パート4つに分かれていますが、1つ目のパートはまずは一歩踏み出したところから真ん中の足上げでバランスがキープできますか。後ろも同様です。これを1回ずつ行ってください。前1回、後ろ1回、足上げが止まれますか。そして持ってきて準備をします。1で蹴って3で止まる、5でリラックスして次の準備。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。これがパート1。パート2では軸足を入れ替えます。今私は最初左足を軸足にしたので右足を軸で行っていきます。出したところから1、2、バランス、5、6、準備、1、2、3、4、5、6、準備、1、2、3。このループがパート2になっていきます。そしてパート3に移っていきましょう。パート3は逆バージョンですね。上げているところからオフバランスを使って一歩大きく踏み出せますか。そしてしっかりと着地できますか。ここから上げて下ろしていく、はい、前の部分はそうですね、何回か慣れていけば簡単なんじゃないかなと思います。後ろが問題だと思います。ここから後ろ側に倒れていって、はい、ここで後ろ側に倒れて1、2、3、4、ほぐして5、6、7、8。上げてから1、2、3、4、5、6、7、8。さあこれ全てに言えることなんですが、最初は怖いので、例えば前から行きましょうか。前からだとどうしても初心者のうちはオンバランスをキープしたいので、お尻を出してこのようにバランスを取ろうとしてしまう傾向があります。ですので頑張ってですね、軸足とお腹までが一個の棒でつながれているように落ちていく、はい、そうしましたら着地はつま先からかかとと2段階で行うようにするようにしてください。もう一度いきますね。じゃあ反対の足で、こっちの方が見やすいかな。ブーンブブン、はい、これで前の方は慣れていけばできると思います。今度後ろなんですけれども、まず軸足の方から説明しましょうか。後ろにオフバランスを作るためにはつま先のように耐えるところがかかと側にないので、かかと側にこういう風に倒れていくことになります。しかしこのまんま着地をすると勢い余って後ろに倒れてしまうのが怖いと思いますので、本当に細かい技術なんですけれども、着地をした瞬間につま先を掴むようにして向こう側に勢いを作ってあげます。そうすることによって後ろに倒れているのとつま先で両方バランスが取れるようになれば必ず着地は成功することになります。じゃあ今のが軸足の話ですね。後ろに下げた足はどうなるのって言った時に、しっかりとつま先で着地をする、要は足首の柔軟性にもよると思うんですが、ほとんどの方はかかとをつけないと思います。ですのでつま先で着地しましょうと。同じく膝なんですけど、膝を前に前に出していくように意識してあげる。そうするとここまで筋が伸びていくような感覚を得られます。これを使えてないとなかなか着地はできないんじゃないかなっていうふうに思いますので、何回か失敗してもいいので、しっかりと膝と軸足のつま先、こうですね、こうですね、これを意識して着地勢いを操作するようにしてみてください。ダンスなんかでは後ろにバランスをうーって取ってったりとかすることもありますので、ぜひねこの感覚掴んでいただければ間違いなくボディコントロールの能力は上がっていくと思います。
さあ以上で実施内容は全てお伝えしきったことになるんですけれども、すごく細かい技術なんですが、こういったところをおろそかにせずにしっかりと自分の体に落とし込むことによって必ずダンスって上達していきます。ダンスだけじゃなくってやっぱり怪我の回避とかにもつながっていきますので、このシリーズおすすめなのはこれから運動神経をつけていきたい、発揮していきたいキッズダンサーにはもちろんですし、筋力が衰え気味になっていく中年層にもおすすめになっていきます。早め早めに取り組んでいくことによって筋力を向上させるのではなくって、筋力を使わなくてもポジションポジションで負担が少なくするというのも大事なポイントになってきます。筋トレ嫌いな人ほどこういったトレーニング、技術トレーニングっていうのはおすすめですので、ぜひね、遊びの感覚でいいのでトライしてみてください。今回のバランストレーニングはあと2本やっていきたいなというふうに思ってるんですけれども、全部見直していただければ全ての技術つながっていることがわかると思います。膝の使い方だったりとか体の使い方、全部つながってます。そしてこの後7本目8本目と動画を出していきたいんですけれども、非常に細かい技術で軸のすっぽ抜きというのをお伝えしていきたいと思います。このすっぽ抜きがうまく使えるようになるとダンスはもちろんなんですけれども、私生活でも僕はね、たまに人混みの中とか使ったりするので、ぜひね、皆様にもご紹介したいトレーニングでした。非常に難しいというふうに言われることが多いので、分解したトレーニングやっていくことで皆様にシェアできたら嬉しいなと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.